学徒さんは卒業式の一番最後に登場しました。校長の友人として紹介され、姿を見せると会場から歓声が沸き起こりました。出演は高田高校が上杉謙信の言葉第一義を校訓に掲げていたことから、本人の意向で実現したということです。学徒さんは野に咲く花のようにを歌った後、卒業生に激励の言葉を送りました。諦めないで、まだなおなお